はい、皆さんこんにちは、ポメイヒルフィガーです。ディズニーつむつむ、今日もやっていきたいと思います。はい、今日はですね、こちら8月の新つむ、かなりね、いいつむ出たんですけれども、その中で今日はこちらラグビーミッキー、かなりね、優秀なツムっていうことで今大注目なんですけども、こちらのラグビーミッキーチャーム付きのスキル1からスキル6までの比較をやっていきたいと思います。スキル比較の動画は正直久しぶりかもしれないね先月とかやった記憶がないので、なんかあんまりいいツムなかったからいいかなと思ってサボっちゃったんですけど、はい、今月はね、かなり新ツム優秀なので、しっかりとねスキル1から6まで順番に見ていって、どういうね成長していくのかをちゃんとね見ていきたいと思います。これからねボックス引く方、まあ追加でねまた引くっていう方もいらっしゃると思いますので、どのレベルまで育てようかなっていう参考にしていただければなと思います。それでは行きましょう。スキル比較、ラグビーミッキーチャーム。はい、まずスキル1です。ラグビーミッキーは画面中央のツムをねまとめて消す中央消去のタイプ、それプラスですね、ノーマルボムを発生させるという2段階スキルになっております。通常に出てくるボムの他に、左右ですね、なので合計全部で3個ボムが発生するようなイメージになっております。まあこの2段階スキルっていうだけでもまあまあそこそこいい感じなんですけれども、こちらは久しぶりのチャームツムということでございまして、チャーム付きツムっていうのはアイテムを使わなくても、サブツムの一種類が、マイツムと同じような取り扱いに変わりますので、アイテムなしでも実質4種類という形で、まあ、アイテム使えばですね3種類になるという形で、かなりねスキル発動がしやすくなるツムになっております。でスキル発動はですね19個ということで、スキル1からスキル6までこれは固定になっております。でスキル1の状態で消去数ですね、だいたいまあ20前後、19から21ぐらいのイメージじゃないかなと思います。はい、続いてスキル2でございます。スキル1からスキル2に上げるには、さらにねボックスから1つ追加で、引くだけで上がりますので、まあちょっとね確率が低めではあるので難しいかもしれないんですが、まあ多少ねコイン余裕があれば、ここまでは最低パッと上がりますんでね、育てていくのがいいんじゃないかなと思います。スキル発動変わらず19個で、中央消去のところがですね少し伸びまして、まあ23から25個ぐらいかな。まあちょっとね、中央消去って意外とこうムラが出ちゃうんですね、消去数に。なので結構こう振れ幅大きいんですけども、だいたい多分アベレージとしては24ぐらい、34ぐらいが中心になってくるんじゃないかなと思いますので、まあだいたい23から25消去ぐらいが目安じゃないかなと思われます。はい、でこの時点ではねまだねやっぱ消去数が少し少なめっていうのもあるのであれなんですが、多分スキル 1,2 でもアイテム使わないで多分1500コインぐらいとかは稼げるんじゃないかな。でアイテム使えば、54のアイテム使えばスキル 1,2 だとしても3000コイン近く稼げることができるツムになっております。すごいよね。はい、続いてスキル3になりました。スキル3に上げるにはスキル2からボックスから2個ですね手に入れる必要があります。ここまではまだまだ少ないので比較的上げやすいので上げていくことをおすすめいたします。消去数ですねまた少し伸びまして、だいたい25から27個ぐらいなので、まだ1回のスキルで中央消去だけでフィーバーは持っていけないぐらいのイメージですね。ただまあボムが3つ出るので、まあ、ボム割ればすぐねフィーバー持っていけるので、だいぶねもうスキル3の時点で
フィーバーのこう入れるタイミングとかはすごいやりやすくなったんじゃないかなと思います。やっぱこのスキルが可愛くて、ボールを持ってさ、こうトライする時のミッキーのこの表情、これが可愛いんだよね。あ、でちなみにですね、こちらの中央消去ではもともと出てたボムとかは巻き込まないので、ボムの巻き込みっていうのはないタイプになっております。はい、続いてスキル4になりました。スキル3から4に上げるにはボックスからさらに4つ手に入れる必要がありますので、まあ、この辺からちょっとコイン厳しいかなっていう方が多くなってくるんじゃなかろうかと思われます。はい、でもまあ3から4に上げると結構ね変わってくると思いますので、もしね余裕があれば上げておいてほしいかなと思いますが、消去数がですね、28から30個ぐらい、はい、これでまあボムを使わなくても1回でねフィーバーに持っていけるぐらいの消去数に変わりました。まあ、もちろん前後はしますので、まあ1回のねスキルで持っていけない時ももちろんありますけれども、まあボムがあるんでその辺はねあまり気にせずでいいとは思うんですけど、とにかくねスキル4ぐらいからねスキルがねだいぶねループしやすくなってきてる気がします。もちろん、マイツムのね、出ている数とかにもよるとは思うんですけど、結構ね、もう、スキル終わった後に、左下のね、スキルメーターが半分以上溜まってるっていうケースが多くなってきた気がします。はい。スキル3、4あたりでは、そうですね。アイテムありきで言うと、まあ多分、3500から4000コインぐらいはもう稼げるようなイメージになってるかなと思います。上手い人だったらもっといけるんじゃないかな。はい、スキル5になりました。スキル4から5に上げるにはさらにボックスから8個ですね、8体も手に入れなければいけないっていうことで、まあやっぱり4から5あたりからハードルがねかなりね、ハードルが高く厳しくなってくると思われますが、やはりねとてもいい粒なのでここはしっかりと上げておきたいところ。はい、消去数ですね、こちらは32から34ぐらいまで、伸びております。でやっぱりチャーム粒ってスキル発動の個数が結構多めになってるじゃないですか。で今回のこのラグビーミッキーもスキル発動数が19個ということで決して軽くはないんですね。なので多分スキル1から3ぐらいまではおそらく結構重たく感じると思うんですけど、でもね4以上あたりから、まあ特に5ぐらいからはですね本当にねチャームのおかげで意外とねスキルが重たくないです。軽く感じますね逆に。うん、あとねこのラグビーミッキーのすごくいい特徴としてはジャイロを使わなくていいっていうところだね。やっぱりコイン稼ぎ系のツムになるツムってやっぱりジャイロを使うことが多いんですけど、今回のこのラグビーミッキーはジャイロを使わなくていいっていうところが最大の特徴かなと思いますので、ジャイロが苦手、傾けると疲れちゃうっていう方はとてもおすすめじゃないかなと思います。はい、やっとの思いでスキル6、5から6に上げるにはさらにねボックスから20個もね手に入れる必要があります。そう、1個手に入れても 5% しか伸びないタイプ、全部で36個ですね。スキルままで36体手に入れなければいけない一番重たいタイプになっております。まあこの強さなら当たり前だよね。うん、で消去数ですね、こちらは35から37個ぐらいかな。うん、デカ爪とか絡めば結構コンスタントに40とか叩き出すんですけども、まあだいたい30後半のイメージかなと思います。まあスキルまでこれぐらいの消去数、まあズバ抜けてはないんですけども、チャーム爪ですごくスキルが連打できるのでこの消去数だとしてもかなり強い部類に入ります。やはりコイン稼ぎとして比較されるのは野獣だったりアナキンスカイウォーカーだったりすると思うんですけども、まず野獣と比べてもジャイロ使わなくていいし、
うん、野獣よりもやっぱりやりやすいよね。なので野獣よりは間違いなく優秀だと思われます。あとね、アナキンの場合はジャイロで傾けるときにすごくね、時間がかかってしまうので、1回のスキルがねすごい時間長くなっちゃう。でラグビーミッキーはそういうことはないので、さらっとね、とても短いってわけじゃないですけど、アナキンくんよりは間違いなく時間効率は良くなりそうな気がしております。しっかりと測ってないので、その辺もちょっとね今後調べてみたいかなと思っております。はい。でこのラグビーミッキーなんですけど、そうですね、スキルままでいきますと上手い人ではアイテムありきで1万コインを超えます。はい、私も別にそんな練習してないし、プレイもね全然上手くない普通の人間ですけれども、7000コイン超えることが、まあ、あっさりできましたので、練習したらもうちょっといけると思うので、まあ、8000、9000ぐらいは狙える積みになるんじゃないかなと思われます。すごいね、本当にすごいと思う。ちょっとなんかさ、1回目のチャーム積むがさあまり良くなかったじゃない。無駄になんかスキルすげえ重たかったりとかしたので、今回のチャーム積む、まあビッキーだけですけども、すごくいいね、すごくいい仕上がりになってる。先月のね、忍者ミッキーがちょっと弱かったというか、ポシャった感じがあるので、まあその分を、まあこのラグビーミッキーに費やしてくれた、そういうイメージなのかもしれないですね。あと、言い忘れてた。このラグビーミッキーのもう一つの特徴としては、発生するボムなんですけど、まあ 100% じゃないんですが、うまくいくと発生する3つのボムがちゃんと、ミッキーシェイプ、ミッキーのシルエットになる時があります。はい。なので、そういう隠れミッキー的要素を含めた粒になっているので、まあそういったところにも注目していただければ、さらにね、このラグビーミッキーの楽しさが増すんじゃないかなと思います。はい。ということで、こちらのね、ラグビーミッキーのスキル比較の動画は以上にしたいと思います。とても優秀な粒だし、あまりね、コイン稼ぎ粒持ってないよっていう方はね、ぜひ育ててみてはいかがでしょうか。この2ヶ月ぐらいちょっとモヤモヤしてたと思うんですけど、久しぶりにね、いい粒が出ましたので、今月しっかりとね、今月中、頑張ってコイン稼いで、このラグビーミッキー、逃さず引いていけるように、皆さん一緒に頑張っていきましょう。少しでもね、参考になった方はぜひ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ホミーヒルフィガーでした。ちとけ。